ライバル、あなたにとってのライバルとは誰でしょう、何でしょうということです。ライバル、これはなんかあの広い意味でっていう感じですか。広い意味です。むしろ俺来たいにとって伝えますよ、はいはい、今の原田さんにとってのライバルって。ああそうですね、気になります。あ、ちょっと待って、俺に来ると思ったら何だで固まっていた先手取った形だね。さすがにちょっと今のは、いやでもちょっと別にかっこいいこと言いたいわけじゃなくて、あのライバルはね、こんなこと言ってだから北米なんだよね、アメリカ、アメリカを僕ほんと痛感するのが、あのくだらしさんのおかげもあって、本当に鉄拳で例えば格闘ゲームでこういろんなギネス記録もそうですし、うん、いわゆるヘッドトゥヘッドって言われる1対1の格闘ゲームで最も売れたタイトルとかで、うん、いろいろ肩書きはあるんですよ。はい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 。でもこれがね、そうは思ってもらえないです、なかなか。心底。で、それはなんでかっていうと、はい、エンターテインメントとかさっきアメリカがやっぱ中心って言ったけど、そのね、こう、パブリッシャー、人に物を届ける仕事やってると、実際に売れてる数字とか実際に起きていること以上に、アメリカという国でブランディングされること、はいはいはい、アメリカという国で認知されることっていう影響力の方がエンターテインメントがまだまだ大きいんだよね。なるほどなるほど。わかる。だからしょうもない話で言うと、本当の数字以上にアメリカでちょっと騒がれる方がよほど一般の人に響いちゃう。はい、ああ、なるほどなるほど。本当は数字でしょっていうところをってことですよね。だから本当に儲かった数とかその関係ない。だからどっちかっていうとアメリカでの人の意識の中に、どれだけブランディングを、ブランディングの順位として上がるかっていうのは、割とすごく重要なんだけど、今は北米のデベロッパーとか北米のパブリッシャーに日本のゲーム業界っていうのは、本当にやられてるんですよ。で、よくこれを言うとね、別にそんな気にしなくていいじゃん。日本人は日本人のやり方でやればいい。いや、そうなんですよ、と。そうは思ってますよ。だって、別にアメリカ人の真似するつもりはないし、もともと。できないし。そんなやるつもりはさらさらない。だけど、勝つためには相手を知る必要があるわけじゃないですか。確かにそう。知れば知るほどですね。知れば知るほど、末恐ろしいんですよ。ああ、そうなんですね。原さんをして末恐ろしいと言わせるとは。だからもう、こう、彼らを一度本当に、もう一度っていうか何度もギャフンと言わせた人は歴代の先輩にはいるんだろうけど、うん、俺の中ではもう、北米を制したと思ったことは一回もないので。ちょっとそこは一回やってみたいなっていうのは、もうこれはね、バンダイなんかどうこうじゃなくて、社会人人生というよりかもう、あと残りの寿命をかけてやりたいなっていう。個人として。一回でも針でつくような一個だけはやりたいですよ。いや、いますよ。かつて、その先輩方には、そうやっぱり針でつくような一撃を入れた人はたくさんいるんですけど、うん、もちろん、くたらぎさんもそのうちの人ですけど、うん、僕はないので、やっぱり。正直言うと、そこはすごいコンプレックスで。ライバルですね。アメリカはライバルです。ライバル。へぇ。で、アメリカ何でされてるわけでも全くないですよ。はいはい。されたらそっとくに向こうに住んでると思うけど。まあ、なんとかしてこう、うん、すごい、こう、一撃を。一泡を。一泡って、うん、じゃあどう吹かすのってのあるんだけど。そうですよね。その、なんか、何の結果を持ってってのあるんだけど。そうなんですよ。僕は今それ、まさにそれを持ってて。例えばどういう結果が出たら。でも、ね、人々の意識だろうね。意識。だから、例えば、格闘ゲームみたいな、その、ジャンル一つとって言っても、じゃあ、ストリートファイターはやっぱ一回刺してるんですよ。はいはいはい。もう、あれは、アメリカ人の中でももう、ぐさっと入っちゃってるから一回。ああ、なるほどなるほど。ね？根付いてる。根付いてます。鉄拳はそうなってない。ああ。そこはすごく悔しい。ああ、そこは本当に売上本数だとかそういったのは、本当に別次元だ。売上本数とか、全くない。だから例えば、ヨーロッパに行くとさっき言ったソニーのおかげで、浸透しすぎてるから、うん、ホビーじゃなくてアートっていう部門で俺表彰されたりするんです。カテゴリーが。そう。なんか俺、バルセロナの市長から、とかもらってるからね。マジですか？マジですか？え？サンパウロでも。サンパウロ市から表彰もらったりとかする。へえ。それは、だからそういう、それ南米だけどね。その、文化として、文化功労賞みたいな感じでもらえるわけですよ。ああ。
だそこまで行けばもう大したことない。そうですね。それもまたアメリカで、うん。アメリカではもうそんなん絶対もらえないです。ああ、なるほど。でもね、そういう意味で言うとアメリカライバルですね。っていうところで、そう、皆さんのライバルっていうのを聞いていきたいんですけど。ライバル。ライバル。それぞれ。振りますね、なんか。次はお前行けみたいな。確かに。でも、ライバルっていう目線で言ったら、まあ自分はその、なんていうんですかね、まあ、e スポーツプレイヤーといいますか、競走馬の立場なんで、やっぱりライバルっていう目線は、やっぱ強くありますよね。で、その、ね、選手同士だもんね。そうですね、選手同士だったり、まあ自分の、が使ってるキャラクター同士のライバルだったりとか、うん、まあなんなら他の格闘ゲームの、まあ例えば、まあ盛り上がり云々のライバルとか、なんか目線がいろいろあると、その、ライバルってまたいろいろ変わってくるなっていうのがやっぱ、もちろん。あると思うんで、やっぱそこを結構意識するのは結構大事かなっていうふうに。例えば、同じキャラ使いの同士の、いつもライバルなのに、なんか特定の、例えば強いプレイヤーが、倒したいんだってなったら、やっぱ結託するんですよね。あのキャラどうやって倒すのみたいな。はい、で、はいはいはい、情報共有したりとか、攻略進めたりとかして、やっぱりこう、ライバルだったものが、しっかり手を組んで、まあなんか言うたら、まあ、悟空とピッコロじゃないですけども。ラディッツどう倒すかみたいな。そう。ラディッツ、あいつやばくねみたいな。どうやって倒すんだっつって。やっぱ結託して、こうやっていくっていうのが、こう、ライバルもあるし、その、やっぱ目線が変わると、それが、まあ、共闘になって、こう、なるほど。こう上の、一つ上の階層を目指すみたいな。逆に言うと、この最近一番心がざわつく相手って誰ですか？要はひょっとしたらちょっと本当に感情的になっちゃうライバルって誰ですか？え？それはでも、格闘ゲームだったら、やっぱトッププレイヤーって、やっぱ結構リスペクトあって、もう本当にどのプレイヤーもすごいなって思ってるんで、結構その彼らと当たるときはもう毎回ざわついてますね。もう野試合でも。まあそうですね。カジュアルな対戦でも。それで本音で言うと、当たりたくないなと思ってる人ってあるんですか？実はこいつと本当は当たったら結構。痛い。え？嫌だな。それはでもいます、いっぱいいますけどね。あ、いっぱいいるんだ。いっぱいいますね、やっぱり。意外。例えば、まあじゃあ、時戸とか、わかりやすいと思うんですけど。当たるとちょっと、ざわつく。当たると、やっぱり、時戸ならではの、やっぱ、戦い方、あんな風にやって、まあ前負けたシーンとか思い出して。あんな風にやれちゃうんだろうなとかっていうところもよぎるし、でも逆にそれはやっぱ倒してやりたいモチベーションにもなるしっていう、その、怯えとモチベーションがミックスされるような感覚がやっぱり。モチベーションがミックスされるのはまだいいね。ああ、あるというか、いやでもそうやんないとダメっていうか。でも下手したら1回戦で当たってたりすると結構、ね、嫌なわけですね。まあもちろんそうですね。でも逆にみたいな、逆にここで時々倒せば乗るよなとか、っていうやっぱし、なんかちょっと、そうですね。だから、ライバルを、まあ、なんていうのかな。うまく使うって誰だな、なんていうのかな。ドキドはでもずるい存在だよね。俺、彼の経歴とか彼見てて思ったのが、まあ、割と人格的にもいいじゃないですか。はいはいはい。で、加えてよく言われる、いわゆる東大出身、格ゲープレイヤーって言われてて、彼、性格よくて東大出てて、俺、格ゲーで負けたら、どうすんねんと思っちゃうじゃん。何で勝てるんだよ、じゃあ、みたいな。そうですよね。なあ。昔、ゲーセンでやっぱあったと思いますよ、時々と対戦したプレイヤーが。ゲームだったら勝ちたいって言って時々に挑むんだけど。そうでしょ、だってこっちと、こっちとらゲームばっかりね、PTA に怒られながら、お母さんに引っ張られながら、ゲームだけやってきたのに、はいはいはい、そんな、ね、麻布高校行ってるボンボンの。はいはい。で、東大行ってて、あれだけメンタル鍛えてて、で、それでいて、正確に嫌味がないでしょ？はい。何なんだよ、弱点はと思うよね。そうですね。やっぱそっか、ざわつくんだ。やっぱ具体名出るね、こうやって。でも、だからも倒したいっていうところ、ね。まあまあ、そうですよね。はい。なるほど。これは、結構さっき原田さんとがおっしゃったことが被るんですけど、ほうほう、その、自分はその、ゲームをプレイすることよりも、うん、その、e スポーツ界隈というか、まあ、格闘ゲーム界隈の写真撮ってる方が、上がるわけなんですよ。あ、上がってる、ね、はい。写真撮ってるんですけど、その日本って格闘ゲームが言うたらその、まあ、ストリートファイターとかすごい強いし、敵も強いし、要は格闘ゲームの国じゃないですか、e スポーツだと。そうですね。で、そこで格闘ゲーム結構メインとして写真撮ってるんですけど、その写真を撮る場所ってやっぱその e スポーツの会場というか場所じゃないですか。うん、でその会場が、その、例えばその、あ、中国とかアメリカに比べると、規模が小さいから、後進国。なんで、その、
たとえどんないい写真を撮ろうが、その見栄えがね。アメリカとか中国での競技シーンと比べると、規模が小さくて、なんか、言うたらあまり自分の写真を知ってもらえる、その、機会というのがやっぱ少ないと言いますか。わかります。だってね、体育館とマンダレーベイじゃ全然違うわけね。まあ、その規模感もそうなんですけども、あとその、時戸の、まあ自分が最近結構見てもらったし、時戸の天の、このエボ2019年。あの写真ね、オス君の写真として結構代表作ですよね。そうですね。ですけども、あれも、僕言うならやっぱり日本で撮りたいわけなんですよ。だけど、アメリカじゃないですか。そうですね。だけど、格闘ゲーム生まれたら日本みたいな。なんか、ちょっと寂しいなってなりますよね。日本の超ウルトラでっかい大会で、ああいう写真撮って、その日本にもっと e スポーツ、なんちゅうのか盛り上がってって言っちゃあれですけど。まあ、ここにありというかね。うん、なってたとしたら、もっといろんな人見てもらえると思うし、自分のその、なんちゅうのかな。アイデンティティ。そうそう、そうですね。そういったものがかかってくるんで。なるほど。で、とりあえず。似てるかもね。そうなんですかね。コンプレックスの部分だよね。はい。でもっと知ってもらえる機会あると思うんですけども、だからアメリカとかなんか e スポーツフォトグラファーの、なんかオブザイヤー系の表彰とかあるんですよ。あ、そんなのあんの？はいはい。さすが。さすがそんなオブザイヤーがある時点でもうなんか向こう。すごいじゃないですか。先行ってるね。俺びっくりして、つって。で、2017年とか確かその時誰が撮ったのかな？エボのオフィシャルフォトグラファーかなんか撮ってたんですけど、ことぶきちゃんと勘違いあるかもしれないんですけど、いや、2017年の e スポーツだったら、俺の時の写真以外以上に、いいのなしのって、とりあえず俺の目で見た時にいいですよと思って、だけど、まあ自分がその、まあアジアの島国の e スポーツ後進国のフォトグラファーなんで、そんなにノミネートされるはずも多分なく、みたいな感じで。なるほど。もともと自分格闘ゲームの競技者だったんで、バーチャルの頃は。そうだよね。その、一番になりてえと思ってやってたわけじゃん。だから。やっぱりフォトグラファーと同じような感じになって。今舞台が映ったわけだね。なんですけど、やっぱ日本という国が後進国なんで、なんか、寂しいなみたいな感じ。なんとさっき。これ、草薙さんどうなんですかね？あんまり日本人っていうことにこだわらない方がいいんですかね？どうなんですか？だからそれ、僕からすると葛藤なんですけど、それが逆に、あれなのかなとか思って。もともとプレイステーションで日本に全く断らなかったっていうのもあったんだけどね。はいはいはい、逆に言えば、まあ、当時はさ、80% か 90% は日本のソフトだったんだよね。うん、80年代はね。もう今や 5% もないと思うんだけど。なんだろうな。いや、僕はエンターテインメントには国境がないと思ってる派だから、から基本的には違和感がなくそのままプレイステーションは、全世界ねって始まったんだけど、なんか日本の、まあ特にクリエイターじゃなくて会社が、なんか度勘違いしてたような感じの時代が10年ぐらいあったような気がして、なんかもう、戦わないって決めたんじゃなくて、そんなものは蹴っていう感じでやって、自分たちが、の世界があるんだよっていうね、なんか世の中見ない時代があったような気がする。確かに。まあ10年、20年ぐらい。焼けてた、やれてたんですよ。いや、見なくて何やってた具体的に言っちゃいましたね。極めて具体的かつ、大丈夫かな今の。イメージが伝わりました。まあいいんじゃないのもうそろそろ。ところがさ、メディアも含めてみんなそっちに行ったんだよね。いや、本当そうなんですね。逆にそうだよねって言って、で、昔は、なんか、その、トリプル A も含めて、洋芸とか、そういうの、まあ、e スポーツもそうだけど、あんなもの言っちゃダメだっていうふうな、キャンペーン貼った時期があるんだよね。貼ってましたね。すごいキャンペーンだったよね。貼ってましたね。メディアが。で、面白いことメディアってひどくて、時間が経過したら、急にガラパゴスって言葉を使い始めて。そうですね。我々が置いていかれた人っていうふうにな、あんだけね。あんだけ俺ら持ち上げといてみたいな。そういうのあるんですよ。でもそれにさ、巻き込まれてるよな。日本っていう国民が巻き込まれてるのはなんでなんだと思う。いや、どうなのみんなから見てて。やっぱりその辺ナイーブだった？ナイーブというか、なんだろうな。いや、でもやっぱり、そのやっぱ、なんだろうな、80年代、90年代とか、いろんなゲームがパンパン出て、ゲームセンターとかで新しいゲームパンパン遊んでて、他世代としては、やっぱりちょっと寂しいなっていうのは。正直やっぱありますよね。
今でも面白いゲーム出るなと思ってるんですけどね。ただやっぱなんか頻度というか、やっぱちょっと、まあなんなら海外の方は、おこのゲームすごいなって思わされることがやっぱちょっと多いというか、ありますよね。だクリエイターがそれを作っても、たこ焼き、美味しいたこ焼き作っても、飲む手側が、まあこんなもんだよね、たこ焼きとかって思った途端にもね、止まっちゃうからね。そうですね。だからそれが、あのメディアの影響って大きくて、今の日本のメディアってもうどうしようもないと思って、もう10年、20年前からどうしようもないと思ってんだけど、それ全部付けが回ってきた感じだね。ああ、なるほど、なるほど。20年かかってようやく自分たちが、もう、自分たちが最愛の問題だったってことに今気がつき始めてる。だけど、そこにいたみんなは、なんか、その中で、なんか乗り越えられないっていうかさ、そこから先に弾けていけないっていう。そんな感じがしたよね。なんかゲーム業界はいろいろあったじゃない。プレイステーションも結構言われたんだよね。あ、もうプレイステーションなんていらないんじゃねみたいなね。家庭用ギミックもなくてもいいんじゃねみたいな話があったじゃない。で、どうなったかっていうと、ね、みんな知ってる通りになって。そうだよ。うん、今、じゃあ、ね、じゃあ、スマホゲームで世界が全部動いてるかって、全然本当にそんなことなくて、逆だったよね。あんな、単なる、ステッピング、単にステッピングストーンでも全然、もう遥かに先に今行き始めてる。ゲーガ君のじゃあライバル、うん、いやなんかそのライバルっていうのを今見たときにちょっと思い出したことがあって、うん、どこかは覚えてないんですけど、うん、昔原田さんがそのまあもちろんあの鉄拳の人として知られてる原田さんですけど、どこかでちょっと勘違いだったら申し訳ないんですけど、うん、どこかでストリートファイターが鉄拳のライバルだって思われてる見方が、うん、あると思うんだけど、うん、俺はライバルだと思ってなくて、うん、一緒に、うん、その協力して盛り上げていくべきだと思ってるとか、ものだと思ってるとかって言ったことが多分、うんうん、あります。なんかありましたよね。プロモーション上行ったことあります。プロモーション上？はい。プロモーション上？行ったことある。重要な単語は？行ったことありますよ。それで、うん、それでプロモーション上とかプロモーションの上でちゃんとね、行ったって。僕、実は、その時に、うん、その言葉を見た時に、うん、僕は鉄拳の実況解説、トーナメントシーンの実況解説としてやってるんで、はい、鉄拳を盛り上げていく上では、うん、ストリートファイターよりも鉄拳を見てもらいたいって思ってたわけですよ。ああ、なるほど。まあ、そりゃそうですね、自分のゲームですもん。そう。なんで、その思ってたところに、その原田さんの言葉を、まあ、字で見て、うん、ほうほうほう見て、あ、そうよねって結構、なんか。あ、腑に落ちた。腑に落ちたところがあったんですよね、うん。なるほど。じゃあ、ライバルじゃないけど、自分が、何を乗り越えて活動、何を乗り越えることを目標に活動していくべきなのかみたいなのを考えたわけですよ。もともとはストリートファイターよりも鉄拳を見てもらう、うん、楽しいって分かってもらうにはどうしたらいいのかって考えたのが、うん、原田さんのその言葉で、ワンステップ上がったわけですよね。そう。ってなった時に、じゃあ、ライバルなんだろうなって思った時に、うん、なんかもう、ちょっと規模がでかくなっただけなんですけど、うん、娯楽、うん、そう、ありとあらゆるエンターテインメント、娯楽がある中で、鉄拳を、そして e スポーツを手に取ってもらう。なるほど。こと。っていう。格闘ゲーム自体とかね。そういう格闘ゲーム自体とか。うん、っていうふうな。鉄拳だけじゃなくてね。考え方になったんで、ライバルは何って言われたら多分、エンターテインメントすべてみたいな感じになっちゃう。いや、よかった。1ステージ、俺の発言が上げたわけだ。ですね。もう本当に、分かった分かった。ストリートファイターこの野郎と思ってたんで。幸せされがあって。もちろん、心の片隅にはあるよ。はい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 。この野郎は。それはそういう見方はまあありますよね。僕もなくはないんですけど。でも、この野郎 100% は全然違うなって思ったんですよ。違うんですよ。これはなんでかっていうとね、ゲーム、アーケード舞台で育った世代は、ナムコの例えば売り上げって、俺が入社した時は、50数%ゲームセンターの売り上げだったんですね。あ、そうなんですね。まだ家庭用じゃない時代なんで。で、その時は、アーケードって面白くて、ナムコ直営店があるわけじゃないですか。はいはい、ナムコ直営店だけどナムコのゲームなわけないじゃないですか、全部が。ああ、そうですね。はい。ストリートファイターとか稼ぎ頭なわけですよ。はいはい。逆に言うと、ストリートファイターとかバーチャファイターの
売り上げさえ僕らの給料になってるわけじゃないですか。そうですよね。そうですね。確かに。面白いんですよ。だからライバルでこの野郎がありつつも、あ、結局、敵じゃないんですよ。全員でゲームセンター盛り上げないと。はいはいはい、だし、プレイステーションもそうでしょ？その頃からそうなのか。そう、だから、あの、くだらげさんもさっきおっしゃったんですけど、その、やっぱメディアは、対セガとか対任天堂みたいなんで、はいはいはい、はい。煽るわけなんだけど、そんな気はさらさらないわけですよ、だって。なるほど。どっかが盛り上がると、結局自分らも盛り上がるんで、その市場というか、その土俵では。この同じ土俵に乗っかってるんで。昔なんか、そうなんですよね、森さんがインタビューで言ってたことを結構思い出しますよ。その、他社のタイトルでもいいから、とりあえず、格ゲーみんな、やってください。おあの、みんなの、他の格ゲー作ってる会社のソフトが売れれば、なんか、格ゲー全体が、あ、そうですよ。そう、少しずつ。全体が、そういうことですよね。それが森ビーマ言ってて、そういうことですね。あ、確かに。いいこと。森ビーマ。ただ、彼は普通にプレイヤーだったんですけど、しかも普通にサラリーマンだよね。実は退職はしてるんですか？あ、今は退職しちゃった。そうです。彼、働きながら、そう、週末実況、やっていくうちに、本当にうまいんですよ、実況解説が。で、本当、週末引っ張りだこで、大体週末ネット見とか出てるんですけど、そういう彼は本当に、なんですよ、あ、これは新しい現象だなと思ったのが、今、ゲームソフトを初めて買いましたみたいな新規参入者よりは、そういうネットの大会の実況とかを見に来て、で、こう、あ、原野さんの説明すごいわかりやすいって。やっぱ原野さんがいると全然違うなって言ってる人は、実はまだ鉄拳買ってなかったりする人なんですそういう新しい層をやっぱ生み始めてる人なので。いわゆる動画勢って言われる人ですね。今のような。鉄拳の新しい消費の仕方を生み出した人ですよ。ね、いや、もう全然そういうふうには考えたことなかった。思ってるよ、俺は。うん、あ、本当の実況のプロが現れたと思って。本当ですか？鉄拳に。そうそう。めっちゃありがたいです。今日それが言いたくて呼んだんだけど。え？そうなんですか？そうそうそう。いや、もう、一生忘れないし。だからあんまりプレイヤーとしてよりかは、俺は正直言うと、実況のプロとして俺は、いわゆる鉄拳界では。まあでもそう、認知されたとはそれだと。現れたと思ったのが原野くんだった。いや、ありがとうございます。すげえ嬉しい、うん。本当に嬉しい。そうですね。僕のライバルは娯楽です。娯楽。すごい、ステージだいぶ上がりましたね。でも、だからといって、どうやったらいい、何やったらいいっていう具体例までは、やっぱり全然思い浮かばないですけど、その時その時と思ったことをやってれば、またいろいろ見えてくるかなとは思ってます。すごい昔の話なんですけど、これもちょっと記憶なんですけど、なんかそのプレイステーションの、間違って本当申し訳ないんですけど、プレイステーションの、なんか、ライバルは携帯電話になるみたいなことをおっしゃった。あ、言った言った。言ったことあるんですよね。うん、そうですよね。後、ね、でびっくりした。これ言うの怖いと思って。それは言った。確かに。間違えたね。確かに。それはね、もう本当に2000年前、1998年ぐらいかな、はい、に、ライバルって言った時、ほとんどの人が任天堂とかセガとかって言うとみんな思ってたはずなんだけど、はいはいはい、原田さんと一緒で全くなこと思ってなくて、僕らみんな一緒にこれ頑張ってやってるよねと。それぞれ得意なところでやってるので、仲間じゃんとかって思ってて、うん。で、しかもさ、無料パブみんなやってくれるわけ、メディアの人たちが。打倒なんとかとかね。うん、らしめしめとか思いながらさ。うん、思っていたんだけど、で、携帯で、その時に、多分メディアの人はね、まあ、次は任天堂さんどうですかって言うから、全部こっち全く思ってなかったんで、とは言いながら、間違いなく次は携帯電話だよね、と、うんうん、と思っていて、で、その時まだiモードもなければ、あれだよ、iPhone もないんだよね。そうですよね。で、でも、どう考えたって時間の取り合いだし、人間の好奇心とか生活に一番近いところ、うんうん、って言ったら、間違いなくそれはスマホじゃなくてコミュニケーションなんだよ。うん、コミュニケーションなので、コミュニケーション取られたら終わりだよね、と。うん、エンタメよりもコミュニケーション。ああ、なるほど。だから今どんなにエンタメで頑張ってもコミュニケーションにはかなわないんだよ。うん、確かに。そっか。で、あの時に、携帯ですねって言ったけど、その時の携帯って i モードもなかったから、みんな、はぁ、みたいな。あイメージができないですよね。イメージ。その時に言われても、うん。あのスペックで見ちゃうからね。そうですよね。そうですね。そうですね。想像つかないですもん、技術者じゃないと。もう簡単に、要は何でもできるようになるんだよって言われても、わかんないし。技術的な話だけど、もコミュニケーションだよって言ったらわかるじゃない。あ、そうですね。わかる。概念として。概念として。うん、どんなにあんたはこれが面白くてもコミュニケーションにはかなわないわって言ったらそうだよね。うん、確かに。FF14 とかが今あんだけ大人気なのもコミュニケーション。コミュニケーション。うん、クラブハウスが急に、うん、あ、そうですね。急にボタンするのもコミュニケーション。コミュニケーション。
ていうところで、たらぎさんのライバル。私は僕のライバルって、実はだから、さっきも言った任天堂さんでも、セガさんでもなくて、どこでもなく、マイクロソフトでもなくて、僕のライバルっていうのはお互い、競い合ってこう進化していく仲間みたいなものですから。そう考えると、その、ライバルじゃないんだよね。やっぱりみんなと一緒にやってるって感じがするのと、やっぱり自分に対してさ、何が自分をもう一番こう、もう駆り立たせてるかっていうと、未来がライバルなの。ああ、だからその未来がライバルなので、その未来は自分たちで自分で作るぞっていう、自分たちで作るぞと思ってるので、で、誰かが先にそれに気がついて、なんかそれをやり始めるって言ったら、それは間違いなくライバルだよね。なるほど。なるほど。うん、ほら、ちょっと俺らと一段違うぞ。さすが急に話しない。フューチャー来ちゃった。フューチャーはさすがに。ステージが。はい、いや、最初に聞けばよかったな。確かに。未来か。最初に言われたら、うちらもう、自分が間違っちゃった。誰も何も言えなくなっちゃう。最後でよかったですね。最後でよかったです。大丈夫です。未来はさすがにちょっと。それは、さすがに超えない。そうだよね。なるほど。いや、でも、うん。でもそうですよね。そうですよねって感じです。未来か。そうだ、これ編集の順番変えて、俺が先に未来を語って、っていう風にできない。印象ね。このまま使います、ね。このままか。印象操作がね。なるほど。それちょっと言いたかったな。なんかそのライバルに勝てるコツみたいなってありますか？あ、もうそれはもう、好奇心と妄想だろうな。好奇心があるってことはすごい大事で。あと妄想ができるのは、ほら、子供の特権じゃない。そうですね。妄想できなくなるんだよ、大人になると。なんかこんなもんだろうとかね。リアリストなんかその、中にこう、はめてしまうわけ。はいはい。そうするとね、だんだんこう、いろんなものが狭まっていくんだよな。ああ。子供が未来は、将来は無限にあると思うのは、そういうことだよ。好奇心がたくさんあるから、そうだ。春休みが終わった後、夏休みまで無限にあるんだよ。うん、年取ってくると、もう夏のため、もう冬になるって、それはね、好奇心が衰えてるって。あ、そうですよね。確かに時間が短くなる。はい、だから時間が長いってことは、無限の好奇心があるってことじゃん。すごい。好奇心か。そうか。時々も言ってたのが情熱にはかなわないみたいな。はいはい。あ、なんか言ってましたね。あ、そうだね。情熱にはかなわない。でもやっぱり、それだと分かりにくいじゃん。はい、分かりにくい、ね。今のくたらげさんの言葉だと分かりやすいよ、ね。好奇心は。なるほど、好奇心。そうだ、好奇心で時間のスケールが変わってるんだ。うん、それあるかもしれない。納得しますね。そうなんだ、ね。分かる。これがこんなもんだろうと思った瞬間にスキップしちゃってんだろうね。そうですね。そうですね。まびいちゃってる。しないでね。しかもそれが無意識だから多分立ちが悪いというか。本当そうなんだよ。直しづらいというか。あと、社会全体がそういう風になってくると、さらに分からない。フィルターがかかるからね。確かに。だから日本は20年フィルターがかかってる。20年、うん。その一端をメディアが担っちゃってるっていう。そうですね。分かったふりしちゃダメ。新しいゲームジャンルがなかなか生まれないって言われてるのもそういうところがあるのかもしれない。ある関係あるかもしれないですね。その e スポーツの発展にしてもそうですね。常識を崩そうってキーワードわざわざ標語になる時点でダメなんですね。ああ、そうですよね。そこが危険じゃないもんね。だって好奇心が危険じゃないと。そうかもしれない。すごいいい話になってしまった。確かに。だいぶいい話というか勉強になりますよね。ライバルって言えばなんかすごい良かった。ライバルかなり良かったですね。良かった。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。こうなの？こうですね。こうなの？あ、いきません。こうなの？はい、本当にありがとうございました。意地で。はい。じゃあ皆さんまた。ありがとうございました。ありがとうございました。お忘れ物ないですか？はい。ごちそうさま。ありがとうございました。本当に。また食べに行きたいですか？本当に。ゆっくりお休みになってください。はい。ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。